イーガル・アロンは、イスラエルの政治家。パルマッハ、後に、イスラエル国防軍の司令官。彼は、アフルト・ハーボダ島とロード島のリーダーの一人であり、クネセト議会のメンバーと、第10回から第17クネセトまで、政府の大臣を務め、首相代行を務めた。アロンは、イギリス委任党治療パレスチナのクハル・タボールで生まれた。1937年に、 クファルタボールのカドゥーリー農業高校を卒業し、ギノサールという器物に入った。彼の軍人生活は、ハガナーの防衛部隊の指揮官として始まり、その後1936年から1939年のアラブ暴動の際の連帯指揮官となった。1941年、彼はパルマッハの創設メンバーの一人となる。同年、彼は、 イギリス軍によるビシー政権統治下のレバノン及びシリアへの進攻作戦に参加する。1942年11月のエルアラメインの戦いに連合軍が勝利した後、イギリス軍はパルマッハの武装解除を命じたが彼らは秘密裏に活動を続け、1943年にアロンはパルマッハ副司令官となり、1945年までその地位を務めた。 1945年に、パルマッハ初代最高司令官のイツハクサデーが、ハガナーの最高司令官に就任したため、彼に代わって、アロンがパルマッハ最高司令官となった。1948から49年の第一次、中東戦争の間、アロンは3つの戦線すべてにおいて、戦争の主要な作戦、すなわち、ガリラヤ方面でのイフタハ作戦、中央方面のダニー作戦、 市内半島、ネゲブ方面の弱部作戦、ホレ部作戦などを指揮した。ダニー作戦は、パルマッハの指揮の下、イフタハ旅団、ハレル旅団、第8機港旅団、及び、キルヤティ旅団とアレクサンドロニ旅団から派遣された2個、大隊等が参加し、1948年7月9日から19日の、 最初の急戦の終わりに実行された。作戦の目的は、テルアビブの東の領土を占領し、その後内陸を突き進みエルサレムのユダヤ人住民と軍隊を解放することだった。最初の段階での作戦は成功し、ロットとラムラのニット市を占領し、イスラエルの手によって、ロットに国際空港と戦時利用のための鉄道駅を設置した。 その後、占領された二都市のアラブ人の追放を、ダビド・ベングリオンが、アロンに命じ、5万人から7万人のうち数百人、だけが止まった。作戦の第二段階は、ラトルンに駐留するアラブ軍隊からの予想外の強い、抵抗にあったことや、国連が停戦を強いる様相を見せたことで失敗に、終わった。第一次中東戦争の休戦中、イル軍が起こしたアルタレナ号事件や、 レヒによるフォルケベルなどって国連調停委員の暗殺が起こったこともあり、イスラエル首相ダビド・ベングリオンはイスラエルに独立した軍事勢力を一切認めないことを決め、パルマッハに対しても司令部と命令系統を解体し、IDF へ編入することを主張した。これに対しアロンはアルタレナ号事件で反体制派を抑え込んだ。 パルマッハのような機関は内戦を防ぐために必要と存続用語の論人を張った。しかし、アロンはベングリオンに押し切られる形で命令を受け入れ、パルマッハは消滅した。彼の軍人としての最後の仕事は南方戦線での指揮だった。彼は1950年に現役を退いた。彼はアラビア語が堪能でアラブ人の村に赴き和解のための努力を続けた。 彼はヨルダンのアブドゥッター一世と親密な友人関係であるとされた。軍人としての経歴を経て、アロンは政治家の職に乗り出した。彼はアフルトハーボダ等の人並み優れたリーダーとなり、1955年にクネセト議会への初当選を果たし、生涯まで現役を続けた。彼は経済問題委員会、憲法、法律、司法委員会、文部委員会、 イスラエルのスポーツに関する協議のための発議会、合同委員会と外務、防衛委員会のメンバーだった。彼は1961年から1967年まで労働大臣を務めた。この立場で彼は雇用推進のための国営事業や道路網の拡張に努め、労働裁判所の設置など労使に関する法案の可決を推し進めた。 1967年から1969年までは副首相と移民統合大臣を務めた。1967年の6日間戦争を提案したグループの一員だった。アロンは1969年2月26日のイスラエル首相レビエシコルの死後、短期間の間臨時首相となった。彼は1969年3月17日まで職につき、 ゴルダメイヤに受け継いだ。彼はゴルダメイヤ内閣で副首相と文部大臣となり、1974年までそのポストを務めた。1974年、彼は兵力分離協定の代表派遣団に参加した。1974年に外務大臣となり、1977年までこのポストに就いた。1 9八十年の彼の突然の死まで、 彼はアラインメント島の投手戦の現職の投手シモンペレスに迫る候補者だった。エルサレムから北東に向かう西岸地区の主要道路の名前は彼の中から取られている。ありがとうございます。